こんにちは、袋司会の袋です。アルティメットホワイトニングについて、本日はホワイトニングの種類、大体のやり方ですね、やり方の種類について、ご説明していこうと思っています。これを知ることで、用途によっていろんな種類のホワイトニング方法があり、アルティメットはオフィスホワイトニングの一種なのですが、それ以外の方法も用途によっては、アルティメットの補完として使う場合があるということも、知っていていただきたいと思います。ホームホワイトニングですね。アメリカでは1989年から日本でも2001年に厚生労働省の認可を受けました。歯の型を取って歯のカバーを作り、その中にホームホワイトニング剤を入れてご自宅で使用するものです。日中30分から1時間程度使用するタイプと夜寝ている間に使用するタイプがあり、選ぶことができます。型さえ取ってしまえばその後の薬剤を補充すれば歯科医院に行かなくても済み、自分で好きな時にホワイトニングできるという手軽さがあります。ただしご自宅用なので安全のためホワイトニング剤の濃度は低く設定されており、2、3回の使用でカラーガイド 1、2段階ぐらいずつの効果があるとされています。しかし続けることで蓄積性があり、続ければ白さがどんどん増していくというところもあります。よくワインの熟成に似ているという言い方をするんですけど、なかなかオフィスホワイトニングだと後戻りしやすいものも、ホームホワイトニングでじっくりじっくりやられる方には、たまに勝てない場合もあるかなというふうに思っています。でウォーキングブリーチテクニック、神経がない歯を白くする場合に行う方法で、かなり古くから行われています。神経の穴の中にホワイトナイニング剤を入れて仮詰めして帰宅してもらいます。椅子に座ってホワイトニングしてもらうのではなく、ホワイトニング剤を中に入れたまま歩きながら歯を白くするためこんなものができました。歩きながらというのには、少し語弊があります。要は薬を入れさせていただいて、体温、37度ですね、その環境下が、この薬の触媒になるという形で、このホワイトニング剤の効果がだんだんと、歯間の部分ですね、歯の上の部分のところに浸透、内部から浸透していって、着色物質を取っていってくれるという方法です。で従来はこの方法が最もポピュラーで効果も高かったため、神経がない歯には頻繁に行われていましたが、ホワイトニング技術が発達し、ウォーキングブリーチをしなくても神経がない歯を白くできるようになったため、現在ではあまり、行われていません。で今は例えば、この後に出てきますが、オゾンですね、オゾンを使った方法だとか専用の薬剤などができてきています。昔ご家庭にはないですが、過放酸ナトリウムという薬と、30% の水、過酸化水素ですね、それを混ぜて、薬を作って体内に入れてたんですけど、 25% を超えるもの、特にその過酸化水素についてはかなり体にとって実際は毒だというふうな見解が最近は出ているものですから、なかなか使用することができなくなっています。いまだに大学等で、日本の大学等ではそれを教えていると思いますが、もうすでに韓国等では禁止になっているそうです。この根幹充填というのをした中に薬を入れさせていただいて、上のところを蓋していくという形の方法です。この蓋がなかなか、一概にきれいにできないというところが、この方法のなかなかあまり人に勧められない一部分だったんですけど、今は専用の薬剤等ができてきていますので、そういった面ではそちらを使わせていただいた方が問題が少ないかなというふうに思います。OTC ホワイトニング、海外のドラッグストアで売られている商品を購入して行う方法、ホワイトニング、いわゆるホワイトニング用の歯磨きに近いものだったりしたりしましたが、昔はマウスピース自体も市販されているというか、そのセットの中に入っていたんですけど、2000年頃から歯に貼るだけのストリップスタイプというのが発売されて一気にブレイクしたそうです。直接歯に塗るマニキュアタイプも現在はあります。クレストのホワイトニングストリップス、ブライトスマイルのホワイトニングペン、ゴースマイルのアドバンス、まあ、これはペンタイプなんですけど、そういったものが人気です。これはクレストのホワイトニングストリップスですね、そういったものです。デュアルホワイトニングっていうのは、コンビネーションホワイトニングとも呼ばれ、2種類以上の異なったホワイトニングを組み合わせる方法で、一般的にはオフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせて行う方法のことをデュアルホワイトニングというふうに呼んでいます。我々のアルティメットの場合も、できればご家庭で、まあ、ホームホワイトニングまでいかないまでも、その、ホームホワイトニングのジェルを使って歯ブラシをしていただけると、なかなか持ち自体は長引くというふうに
開発者の方では言っております。インターナルブリーチ、神経がない歯のいわゆるウォーキングブリーチ法について、現在はインターナルブリーチというふうな名前で言われています。ホームホワイトニングと併用することもできて、またオフィスホワイトニングと他のシステムを組み合わせて行うこともできます。最近では神経がない歯はウォーキングブリーチ法に代わってこの方法がお記録に行われるようになっています。これはオゾンを使った方法で中側に薬剤を浸透させていて、中側が真空の状態でこのキャップをつけながら中に、お薬を入れると効果は早くもちろん出てきます。これは専用の薬剤ですね。オパレセンスのエンドっていう名前、エンドっていうのは歯内療法といって歯の根の中の中の治療する学問なんですけど、それの、もう専用の薬ですね。日本にはまだ、こういった形の薬が、発売はされていません。オフィスホワイトニング、歯科医院で行うホワイトニングという意味でオフィスホワイトニングと言われています。高濃度の薬液を使用し、さらにレーザーなどを当てて、薬剤の効果を高めるため短期間で、歯を白くできますが、一度で希望の白さにならない場合は数回通院する必要があるとされてきました。またオフィスホワイトニングが短期間で歯を白くすることができるというメリットがある反面、短期間で色の出戻りが、起こりやすいというデメリットもあると思います。これ自体は今回の、アルティメットでも、それほど 100% 改善はされていません。いわゆるこう短期間での後戻りということですね。年齢が45以上になった方っていうのは、もうかなり後戻りっていうのは確実に起こすとされています。そうですので、それ自体の期間を防ぐというよりは、できるだけやっぱり2ヶ月に1遍とか、そういった感覚でオフィスホワイトニングに通われて、それを定着させた方が我々は、おすすめだということで、患者様にはそのようにご説明しています。アルティメットはこのような欠点を実は回復しています。濃度の薄い薬液を使用すること、アルティメットホワイトニングは 3% の過酸化水素性を用いたオキシジェルと全く使わないペルフリージェルを使用している。それのため安全性が高く設計されています。それから一度で希望の白さにならない場合には数回通院する必要があったんですが、アルティメットホワイトニングではビーチ色までほとんどの方が1回で変化します。もちろん難しいケースはありますが、今までのように複数回いらしていただく必要は全くありません。さらに詳しい情報は群馬ホワイトニング .com を見ていただければ幸いです。